花トガ,ガエルは、両性子無比木赤ガエルか花トガ,ガエル族に分類されるカエル。本種のみで、花トガ,ガエル族を形成する。別名ソロモンコのハガエル、ソロモンツノガエル。ソロモン諸島固有主体長6から8センチメートル。和名の通り噴汰は鋭く尖る。落ち葉に擬態していると考えられていて、ソロモンコのハガエルの別名があるが、別科のコのハガエル族とは、 分類的には、かけ離れていて、同じような環境をするための修練現象の一つと言える。体色には、個体変異があり、褐色、赤褐色、黄色、灰色等があり、明細模様が入る個体もいる。森林の臨床に生息する。腸薬力は強い。食性は肉食性で、昆虫類や節足動物等を食べる。繁殖形態は乱性だが、 陸上に卵を産み卵の中から容体が発生する。リーストコンサーンペット用として飼育されることもあり、主に野生個体が流通する。跳薬力が強いため輸送中や飼育中に粉炭を傷つけ、そこから細菌が侵入し、感染症を引き起こすことがある。特徴的な繁殖形態で知られる反面飼育下での繁殖例は非常に少ないが、近年では、 繁殖個体も流通し始め日本国内でも飼育下での繁殖に成功した例がある。ありがとうございます。